10月10日月曜日の午後3時55分、今日は体育の日っていうことでですね、日本大使館は今日お休みなんですね。今日はお休みです。フィリピンの旗しか上がってません。隣に日本の国旗は上がってません。今日は体育の日で日本領事館、日本大使館は休館となります、なっています。今朝はね、犬がいっぱい出てきちゃって、猫に餌あげられなかったので、これから餌あげに行ってきます。餌はいっぱいありますのでね。あとは問題は犬が来るか来ないかで、餌あげの方法が変わりますけど、これからね、MSY ビルの方行ってきます。今日の空はこんな天気ですね。3時56分夕方、木曜日じゃないや、月曜日の夕方ですね。ちょっとゆっくり行ってきます。このね、クロちゃんにもセブンイレブンの前の駐車場のクロちゃんにも今日はね、餌あげに来てませんでした。朝いっぱいだったからね。いるかな。まずライオンちゃんの方行ってきますね。ライオンちゃん、かわいそうなライオンちゃんじゃないか。ここは飛ばしますね。道のりが長いんで飛ばします。ちょっと道なき道を通って近道してからこれ行きますので、あまり道は良くないですけどね、道がないところから行きますので、スグボメルカドに来ました。ビジネスパークスグボメルカドのそばね。ここに尻尾切れの猫がいるわけなんだけどね、ここになんかね、赤ちゃんもいるみたいなんだよね。にゃーにゃー泣いてたんで、今はどうかわかんないけど、 MSY タワービルが前にあります。ライオンちゃんが待ってますね、あそこ座って。多分私が来るのを待ってるんだと思いますけどね、じっと。今のところ犬はいませんから、今のところはね。行ってきますね。朝来なかったから、犬がね、6匹。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹犬が来ちゃったんでね。たまにここの木のそばにね、ライオンちゃんが待ってんだよね、ここで。ライオンちゃん、ライオンちゃん、デブちゃん、ライオンちゃん、お友達は。何これ、水浸しじゃん。これ水濡れてるね、道が。ライオンちゃん、今あげるから待ってて、ちょっとセットするから。ライオンちゃん、ゴンちゃんも来た。ゴンちゃん、ゴンちゃん、ゴンちゃんじゃないか、これ。ママちゃんは、うん、ゴンちゃん、おーい、ガンちゃん、ママちゃん、ふう、ちょっと呼んでくるね、ゴンちゃん。ガンちゃん、トゥトゥトゥ、来た来た来た。ママちゃんとゴンちゃんが駆け足で来た。ふう、早く、ゴンちゃん、こっち、ライオンちゃん、ライオンちゃん、ライオンちゃん、こっちこっちこっち、戻って戻って、ほらほら、こっちこっちこっち、こっちであげるから。そうそうそうね。
ライオンじゃあここであげるから。はい、ライオンちゃんたちに餌あげます。あれ、水浸しになってる、下が水になっちゃってる、はい、はい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 、あげますからね。お魚の人誰？はい、お魚の人、お魚の人、ママのお魚、大丈夫、お肉、ゴンちゃんは何これ、ほら、ほら、ライオンちゃん、ほら、鶏肉、早く、フラスコ、ライオンちゃん、取れてる、ゴンちゃん、はい、こっち来て、こっち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 だよ、ほら、ほら、ほら、ライオンちゃん、こっち、ライオンちゃん、ライオンちゃん、あっちにあんじゃん、お魚、ママちゃん、ほら、うん、ここ、うん、ママちゃん、お魚、ほら、ハーターラブ、ハーター、フーズバ、ハーター、セイヨンリーバ、デレ、ハーター、はいよ、なに、なに、ライオンちゃん、何聞いた、なにこれ、これか、ライオンちゃん、あげたじゃん、これこれ、何やってんの、ライオンちゃん、みんなにあげてんのに、ライオンちゃんがミャーミャー言ってんのに、ちゃんとあげてんのに、ライオンちゃん、今5匹集まりましたね。何、ライオンちゃん、何食べんの、これお魚、はい、お魚、お魚、ライオンちゃんの様子がおかしい、なんか雨が降ってきました、雨が、なんか雨が降ってきました、ほら、参ったな、傘ないからね、雨降ったからライオンちゃんが木の下に隠れちゃったよ、やばい、雨が降ってきちゃった、雨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 、ほら、ライオンちゃん、雨が降ってきちゃったから、ライオンちゃん、雨、雨、雨、ゴンちゃん、ゴンちゃん、雨が降ってきちゃった、ここでライオンちゃんのところで休もうかね、雨、雨、雨、みんな黒猫なんだけどね、黒っぽい猫、ライオンちゃんだけ茶色、雨でーす、ライオンちゃん、雨、なにこれ、ライオンちゃん食べないの、これ、ほら、チキン、ダメか、全然これ食欲ない、ついてないんだよ、これゴンちゃんだけ、これゴンちゃんだけ食べて、ママちゃん大した雨じゃないんですけどね、これ石かたして、石をかたす、大した雨じゃないからね、遠くの方はちょっとね晴れてんのよね、お天気雨、ここにね水たまりがあるんで映すんやつけど、ほらこんな感じで今雨、雨なんですよ、だけど向こうは青空、お天気雨みたいな、半分ね、
ここね、雨宿りします。ここでほら、ここでね、ライオンちゃんたちはあそこで食べてるね。何ライオンちゃんは探してんかな。あんまり食べないねライオンちゃん。ゴンちゃんだけ。ライオンちゃん、ママちゃんはお魚食べる。ゴンちゃんだけだね食べてんのは。ゴンちゃんだけ食べてんのはねえ。ゴンちゃんだけ、ママちゃんはもうあんまり食べない、いつも。ああ、ママちゃんお魚食べたけどいい。ゴンちゃんはまだ食べてんの。ゴンちゃん、ライアンちゃん、うん、ママちゃんが、ああ、雨が降ってるよママちゃん、雨、え？まだゴンちゃんこれでっかい口開いて食べてんだから、まだ食べてる、ライオンちゃんが見てる、まだゴンちゃん食べてるね。ライオンちゃんの隣でもなんか食べてる猫いるよ、ほら。うん、ライオンちゃん。ああ、ライオンちゃん。何これ見てんの、ライオンちゃん。食べないね。後ろで一生懸命食べてる。あんなところで食べて。ゴンちゃんが来ました横に。これいらないのほら。ゴンちゃん、お魚少し食べてください。ライオンちゃんがこんな格好しちゃってる。今日の天気まだこんな感じですよ、ほら。雨が降ってんだけどね、今ね。隣のチビちゃんどうかな？隣のチビちゃん。隣にチビ猫がいいんだけどね。出てこないね。ライオンちゃんはもう幸せいっぱいだ。もう食べることないね。あとは尻尾の短いのだけ来てませんね。スグボメリカド。にゃーにゃーの子猫ちゃんいないね。なんで犬いないんだろう、犬がね。おかしいな。朝はいっぱいいるんだけどね。ワンちゃん、ワンちゃん水飲むか。水、マンホールの水飲んでます。ライオンちゃんはあそこ、鶏肉が2つ置いてあるんだけど食べないね。どの猫も鶏肉食べないよね。置いてあるんだけどね。もうみんな食べちゃったね。ポンちゃん何やってんの。ちょっとここに置いてお片付けします。お片付けね。ゴミのお片付けします。お魚食わないからね。
食べないでどこで食べない。他の食べますか。他の食べます。ボンちゃんがまた、はい、お魚、お魚の人、ほら、お魚。またお魚が出てきたわ。ママちゃん、お魚。ボンちゃん、お魚。ライオンちゃん、お魚。ライオンちゃん、お魚。はい、お魚、お魚。ママちゃん、お魚。お魚ありますよ。何これ、ゴンちゃん、お魚食べないの？お魚。ん？これ、ゴンちゃん食べないの？お魚。これはね、ちゃんと骨だけど。はい、お魚。食べないの？いいちゃん。じゃあこれは食べないな。おかしいな、魚食べない。はい、ママ。もう終わりにするか。もう終わりにするよ。いっぱい食べたでしょ、みんな。はぁ、いっぱいみんなお魚もいたからね。なんだ、もう食べないみんな。ゴンちゃんしか食べてない、ゴンちゃん。ゴンちゃんしか食べてない。ライオンちゃんは全然食べないね。あ？食べてないだよ。うん、そこにね、鶏肉があるんだよ。鶏肉。後で食べるよ、ほらね。ライオンちゃん食べなかったけど、後から来たの。犬が来ればみんなこれ食べちゃうから。と言ったところでもう日が出てきました。日が伸びて、あの日が差してますね。もう雨止みましたよ。雨止みました。今日は日本大使館休館日、体育の日で10月10日、体育の日でお休みだそうです。ライオンちゃん、誰か鶏肉食べて。ゴンちゃんも全然休まず食べて、また笑いながら食べて。ゴンちゃん、ゴンちゃん、はい、終わりますね。終わります。